はい、今回のですね、フードエージェントに聞くシリーズなんですけども、質問はですね、全国で老朽化している水道管についてどのようにお感じになっているかってことと、あと2つ目はですね、食の栄養と健康に関するこだわりのある人ってなかなかね、合コンに行って近くの飲食店でと不健康な食事で盛り上がるってことできないと思うんで、こういうふうなね、食を中心として健康にものすごくフォーカスした人だけの集まる場所ができたらどうかっていうことで、マッチングアプリっていう言葉を使わせていただきました。それぞれの回答なんですけども、一つ目、水道管については、水道の利用料金から水道管の補修費用が払われているということらしかったんですけども、税金をね、一気に投入する、まあ税金っていうのは実はね、国民に支払っているものは税金ではない、まあこの辺のね、またお話はまた別にしましょうか。ややこしくなるんでね。はい。まあ、とりあえずは、回収したものの中から修理代も支払われているっていう立て付けなんで、水道料金が上がらなければ、その上がった水道料金に耐えうる市民の収入がなければ、水道管はこのまま老朽化して問題を先送りするってことになるそうです。まあ、ですんでね、水道料金が上がっても、水道管の補修のために少しは積み立てがあるんだなと思いながら、頑張って払っていかなくちゃいけないのかなっていうところがあるんですね。まあね、国費投入で一気に直すってことは可能ではあるんですけどね。はい。で、二つ目なんですけども、そのマッチングアプリの件ですけども、フードエージェントさんもね、いいサービスなんじゃないのっていうことだったんで、まあ、これをビジネスにしていくのはどうかなと思いますよね。まあ、回答は以上だったんですけどね。はい。皆さんどうですかね。なんか実際に、食の栄養と健康を考えたときに、3500円食べ放題飲み放題ってところは明らかにそんな体に良くないっていうのはみんな分かってるじゃないですか。でも気にしない人はそこで集まって合コンとかやると思うんですよ。でも気にする人はそこに参加できないので、そもそも恋愛の場所に出ていけないんですよね。まあ、ですんで逆の発想でもうね、健康と思える食品だけで作ったパーティーってものを作って、そこに理解がある人だけが集まるみたいなことをするとものすごくね、マッチングもしやすいし、食文化とか健康に関する概念も話が合うんで、そこからね、恋愛も起こりやすいのかなと思いますけども、いかがでしょうかね。はい、それではお疲れ様です。